高等専門学校、電波工業高等専門学校国立高等、専門学校機構、電波工業高等専門学校電波工業高等、専門学校とは、工業分野のうち、主に電波に関する学科を置いている、高等専門学校のことである。電波高等専門学校と呼ばれることもあり、略語は主に電波高専。修行期間は、一般の高等専門学校と同じ5年間。 前身は国立電波高等学校。昭和46年の学校教育法の改正により高等専門学校に昇格した。電波工業高等専門学校の前身の国立電波高等学校は国立大学法人の電気通信大学と同様に、戦前には無線電信講習所として定信省所管であったが、1948年の学生改革により、 国立の職業高等学校として文部省に移管されたもので、3年生の本科の上に1カ年の専攻科、別途1科年の第1別科、第2別科が設けられていた。本科は高等普通教育並びに2級無線通信士程度に関する専門教育を施す過程であり、専攻科はさらに高度の専門教育を施す過程で、別科はそれぞれ2級、 内し3級の通信士程度の教育を行うものであった。しかし、1958年に無線従事者国家試験の内容、程度が高くなった改正が行われたことにより、1級は大学卒、2級は短大卒、3級は高校卒程度となり、国立原発高等学校が目標としている1級、もしくは2級の無線従事者資格を、 卒業時に取得することが困難になった。さらに、1967年8月に改正された電波法及び船舶職員法の施行により、外交船舶には一級無線通信士1名を筆致することとなり、求人数が最も多い海運会の要請に応えるためには、従来の本科3年、専攻科一年の教育では要求を満たし得ないという背景もあって、 1961年に制定された高専の制度の枠組みに国立電波高等学校も入れられ、1971年入学者から5年生の電波工業高等専門学校に改組。国立電波高等学校は1973年に本科、1974年に専攻科を閉化して廃校となった。21世紀に入ると、 船舶ファックスや無線ンや IC タグなどの無線機器の普及で無線従事者の需要は船舶から高度情報通信産業へシフトしそれに対応した高線の高度化再編に伴い2009年10月1日同じ県内の工業高線と統合したため電波高線という枠組みはなくなった電波工業高等専門学校は日本全国に三校あり二千九年十月 に、統合再編された。ありがとうございます。